県にいますよ。東京から新幹線で来たので、ご飯食べてちょっとだけお酒飲みました。でもほろ酔いぐらい。今こんなに帰省したいって思ったの上京して初めてです。今帰省したら私がいますよ。見てこれさ、ストーリーでさ載せてたさ、このラクオーカフェオレゲットしました。美味しいねんてこれ。飲んでみよう。うん、美味しい、ほんまに美味しい。うん、スミレイーツ待ってます。スーパーイーツです。ママドールはまだお土産買ってないんです。コンビニに売ってました。ブラックコーヒーは最近飲めるようになりましたね。うん、結構甘め、ミルク強めって感じですかね。あー、もう太るとか考えたらあかんわ。今はこの時間飲んだら寝れが。でもね、今ちょっと眠いです。そう、今日さ朝からさジム行ったんですけど、このベンチプレスとか胸筋を頑張ったんです。今日はでさ、この辺まで腕上げたらさめっちゃプルプルする。なんで福島いるのって、あのカインズさんの CM のお仕事で撮影に来てます。マルピとかがね最近やってたやつです。はじめまして、はじめまして、こんばんは。見て宿題チェキのさブロマイドがここにあるんです。ちょっと見せちゃおう。これにサインを書いてみんなにお届けしますわ。こんな感じのめっちゃ可愛い。これもこれもあります。これに全部にサインをして、宿題チェキはねあと4割ぐらい残ってる。東京に戻ってからやります。申し込んでくれた方ありがとうございました。生誕祭の12月4日の生誕祭の予約の締め切りが今月末までなので30日で終わっちゃうので、もし迷ってる方がいたらお早めに。自分へのクリスマスプレゼントにすーちゃんのおすすめのリップ買うこと、めっちゃいいやん。私も今手元に、てか今塗ってるこれ、これお揃い。申し込んだよ。大阪分は今日聞いたんです、さっきマネージャーさんに。多分あさってぐらいに大阪の生誕祭のあの申し込みがスタートになるかなって感じです。もう会場は決まってるんですけど、結構前に決まってるんですけど、そうなの。あ、腕がプルプルする。福島牛も食べました。今日大阪のセッター祭はゲスト来ないですね。もしかしたら東京の生誕祭の方があれかも、あの時間とか長めかもです。時間は一緒かな。でもどうしてもその東京の会場の方が大きいので、歌えるかどうかはちょっと今調整中って感じですね。大阪の方でちょっとね、大阪にね私以外のねタレントさんを連れてくるのはちょっといろいろ難しいみたいですよ。
なぜ大阪で生誕祭できるってことがそのゼロイチの中では異例なので。そうなんです、東京はめっちゃ広いです。あの水辺をやったとこですね、バトゥール東京。うさちゃんは私もゲストでちょっと4日も出てほしいなって思ったんですけど、残念ながらスケジュールが合わず。そうなんです、大阪の開始時間、実は大阪の生誕祭の前にもう言っちゃうとフォトブックのイベントが入るので、フォトブックイベント生誕祭って感じになります。11日はなので1日来ていただけると嬉しいです。多分言っていいかと思うので言いますね。で東京の方は 01TV の公開収録があって、でその後4時から私の生誕祭がスタートするので、 01TV の公開収録も楽しいので、前回すごい面白かったのでそのまま来てくれたら嬉しいです。フォトブック3かな、3はもう完成間近ですね。もう内容も全部確認済みで、あのいつも書いてるさ後ろのページの一言も書いて、表紙も決めてるので、もう今多分印刷中って感じですかね。もう本当に間もなく発売です。月始めかな、来月のですです。 01TV の方も多分あれなんですよね、特典会があるのかな、ちょっと人少なかったら寂しいので来てください。フォトブックは確かにあると思う、今のところあります。でも明後日ぐらいに正式に発表されると思うので。フォトブック今回関東では多分ないですね。販売はするのかな、どうなの。あとグッズは、グッズの方はちょっとアクスタとかもデザイン決まってて、T シャツももう完成しててデザインが、で生誕祭当日4日までには間に合わないんですけど、どうしてもなんですけど、そのサンプルとかは4日に用意できるので、それを見て予約とか購入とかできるかなと思います。コリアンまであれです、撮影です。カインズさんの、そう今日カインズさんでめっちゃ買い物しました。そうなんです、めっちゃいろいろ選びました。大阪行けない人サーモネットで多分そうだと思います。明日と東京帰ります。アクスタ新しいよ、しかも一種類じゃないんですよ全部、あ嘘、違う衣装のやつがあります。あのアクスタ用に撮影しました。あとは入場特典のステッカーがめっちゃ可愛いです。生誕祭のカインズはねホームセンターですね。でも今日郡山店行ったんですけど、カインズのめっちゃ広くて、指名が何買ったか気になりますか。じゃあ紹介しようかな、ちょっと待って、よいしょ、じゃあこんなに買いました。めっちゃ買いました。まずはこのなんかみんなでとかスタッフさんとかみんなで買ったなんかロンティー部屋着にします。あとはこれです。これめっちゃちょっと買うか迷ってたやつなんですけど、これをいただきました。これはあれですね、あのめっちゃちっちゃい水筒。なんか私ハーブティーとか結構飲むんですけど、お家でそれを外で飲む用のカバンがいつもちっちゃいので、それにも入るぐらいのサイズの、本当にちっちゃい私の顔ぐらいのマイボトルと、
あとはお菓子作りに使う、これは何でしょう、じゃん、シフォンケーキの肩これは1000円もしなかったと思います。こうやって取れるやつ、こうケーキ焼くやんか、でこう膨らむんですけど、こうやって外して、こうやって外したらできるんですよ。これとまだあります、じゃん、ハンドミキサーこれは大阪にはいっぱいお菓子作りの道具あるんですけど、でも東京にはまだないから、東京に置く用のハンドミキサーです。なぜに福島、いや買って、あのそのカインズさんがご厚意であの買っていただけるということで買っていただきました。あとはこれはめっちゃいいらしいですよ。私足とか絶対冷やしたくないタイプなので、これです、靴下サプリ、まるでこたつソックス。これめっちゃ良さそうじゃない、おすすめらしいので選びました。お揃いにする方はぜひこれめっちゃいいねんて。あとラストもう一個はめっちゃでかいんですけど、じゃーんこれはランチジャーです。これはなんとカインズオリジナルの商品なんですよ。これご飯とスープ類とおかずで、え、お茶碗約 3.5 杯分も入んねんてそうで、これを持ってなんかピクニックとか行けたらいいなと思って買いました冷めへんやつ、しかも電子レンジ OK なのめっちゃ良くないですか。あ、袋破れてる、うん、そりゃこんだけ入れたら破れるよね。こういうお弁当箱めっちゃいいですよね。これを買いましたというかプレゼントしていただきました、カインズさんに。明日撮影やねんな、購入品紹介楽しそうで可愛い、え、ほんまに購入品紹介系 YouTuber になろうかな。そんな感じでいっぱいね、ホームセンターってさいっぱい買っちゃわへん、だって化粧品とかも置いてあってさ、さすがに化粧品はいいかと思って買ってないんですけど、お掃除、あとさやっぱ年末やからさ、お掃除グッズがめっちゃ種類いっぱいありましたよ。 CM は福島テレビさんですね。福島に住んでる方はぜひ見てください。あ、ブログ書かな、洗剤とかいっぱい買っちゃう、あの大容量のやつね。録画してもらう、いつからとかはちょっとまだ内緒っていうかわからないですね。ちょっとちゃんとしたお知らせ待っててください。今後カインズひいきにさせて、あ、ぜひぜひ、私もカインズさん、なんかさ昔さ家族とワンちゃんで、あのワンちゃんも連れて行けるんですよ、カインズさんって。店舗によるんかな、行ったりしましたね、一緒にお買い物福島最高。店舗によるとやっぱそうかな。
髪の毛が。そんな感じで福島県を満喫しております。初めて、多分ね初めてです、福島。このリップは5番、ピンク。でもちょっと今さ、照明が黄色いからさ、あれやけど、黄色。明日もこのリップつけようかなと思ってます。あー、ご飯いっぱい食べました。クリームボックスまだ見つけてないんです。今日さ、あのストーリーにさ、あのコリアマンに来てますっていう感じのストーリー載せたら、なんかめっちゃ地元ですみたいな人めっちゃいて、でみんなからなんかおすすめのお土産とかグルメを教えてもらったので買いたいと思います、明日。あとね、福島牛となんとか鶏、なんだっけ、なんとか鶏の鶏肉のやつ食べたりとか、あと日本酒も飲みましたよ、福島の。あとシャインマスカットも食べました。あ、パン屋さんか。リファのブラシ持ってないです。あのハートのやつ、あれかわいいよね。自分へのタンプレ何しよっかな。こんばんは。なんかシャインマスカットの天ぷらを食べましたよ。初めて見たシャインマスカットの天ぷらって。お酒強い、弱くないですね。でも全然酔っ払ってないですよ。ほろ酔いぐらい。ラーメンも食べたわ、さっき。二口ぐらい。みんな生誕祭来てくださいね。顔的に強そう、ほんまに。でも家族はみんな弱くないので、多分強い方かな。思った倍以上しっかりと、めっちゃ食べました。本当に食べ過ぎなぐらい食べた。12月4日行く。もうこれ見てる人全員来てください、12月4日歌練習しやな。ゲストはね、マルピが来てくれるということで、マルピファンの方は来るのかな、わかんないけど。動くスミレ更新、あ、今日月曜日か。え、今日の動くスミレって何のやつでしたか何のやつやった、こないだはあれよな、沖縄の。先週はビール飲めますよ。ゼロイチ TV 今更なんか予約、おお、ありがとうございます。全員強制参加でよろしく。でも大阪の方もね、いっぱい人来てほしいので、そうですね、難しいですね。 TikTok の撮影、あーあーとか言って、あんまりピンときてない。車の中のやつですかなんか結構常にカメラ回ってるんですよ。今日も新幹線降りてからも、あのスーファミリー用の動画のカメラが回ってたから、多分それも後々上がりますし、大阪でも回ってたし結構ずっとカメラ回ってるから、どれが、でも結構カットされてんねんな。多分30分ぐらい回しても10分とか尺がねそうなんですよね。カフェオレアイスとかあんの、うそ。すみれさ、ちゃっかりさ、ハーゲンダッツにしでもほんまに今日食べたら太っちゃう。うん、大阪旅行いいね。大阪行ったらもうユニバーは絶対行ってください。あと551はほんまにか、なんか大阪に住んでたらいつでも食べれるわって思うけど、でもやっぱり美味しいですよ、551は。めっちゃ食べてほしいですね。
あ、いっぱいハートありがとうございます。痩せてるから。いやいや、もう痩せてないですよ、普通ですよ全然。もう運動してるから今保っててるけど、なんか一昨日ぐらいにストーリーで、インスタのストーリーで質問コーナーしたんですけど、その時に結構なんかあれ、私女の子の質問ばっかり答えてると思われがちなんですけど、質問してくれる母数がまず女の子の方が多くて、男の人はなんか遠慮してるのかちょっと分かんないんですけど、あとなんか答えられへんような質問多くてなんかなんていうの、ちょっと下ネタ系が多いから、だからそういうのはあんま答えないんですけど、それでなんかダイエットとか体型のことを答えたら結構反響が大きくて嬉しかったです。めっちゃハーゲンダッツウーバーしてください。コンビニにウーバーしてくださいあ、でもコンビニのウーバーってハーゲンダッツないよな。ユニバー行きたいってなるけど、インキャラか行けたことない。まあ一人やったらあれやけど、二人やったら絶対楽しいで、二人以上一人でも楽しめたらほんまに本物、それはすごい。551って昔と生地違う、え、そうなん？からしつけたらめっちゃ美味しいですよね。お気に入りのコート、コートは今年なんかこれっていうものを買ってなくて、フレアイディとか、どこだっけな、スナイデルじゃなくて、結構試着はしたんですけど買ってないですね結局遠慮してます。遠慮してんの？質問悩む？でも全部見てますよちゃんと、ありがとうございます。福島寒い、え、寒いかなと思って東京でマフラー買っていったんですよ、モコモコの、あの写真載ってたやつ、あれやってんけどさ、なんかそんな寒くなかったですねあ、でもちょっと夜になってきて寒いかな、でもあんまり外におらへんからわからんの。明日がねちょっとね天気晴れてほしいですね、外だしね。マフラー可愛かった、ありがとうお風呂入って今からパックも買いました。パックしてストレッチして、今日筋トレしたからちゃんとストレッチしないと。一泊だけです。うん、関西雨なんですか明日？週末東京寒いらしいので防寒バッチリで行きますわ、待ってます。そう、お仕事で福島にいます今。プライベートでも旅行行きたいですね。夏にさ家族旅行行った以来旅行行ってないですね。これなんかね、小中大ってあって、これは中サイズです。撮影ですよ。てかさ、髪の毛切ったんですよ。そう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 、まだ写真スーファミリーには載せてるけど、このぐらい今結構切った、前このぐらいだったから。あと黒くしました髪を。明るいのも好きなんですけど、明るくしようかなって一瞬思ったんですけど、いつもの黒より本当にワントーンぐらい明るいぐらい多分私でも分からんから、もうみんなは分かんないですけど、この間配信した時まだ長かったと思う、多分おとついし、うん、おとといぐらいに切ったから。やっぱ短い方が楽ですね。黒、これなんていう色なんやっけな、ベージュ系なんです。明るすぎるのは嫌だな。でも私は何色でも可愛いので自分がやりたい色にします。でも黒の方が多分似合うから黒にしてるって感じですかね。
ブルーはね入ってるかな、どうなんやろ。エルバイホームっていう表参道の美容室の琴音さんに担当してもらってるんです。あ、こないださ美容師さんがさ、私の担当の女性の方が私のインスタを見て、同じ美容室に行ってくださってるファンの方が何人かいるみたいで、すみれちゃんのファンの子ってみんな可愛いねって言ってましたよ。嬉しかったですそうなんですよ、みんな男の子も女の子もめっちゃ可愛くて、SNS でちょいちょい言ってる美容系のお仕事の方も今頑張って進めてるので、ちょっと待っててください。皆さんちょっと美意識を高くして待っててください待っててください。頑張ります。化粧品検定の勉強もやってます、毎日。初めてショールーム見ました。ありがとうございます、嬉しい。明日髪の毛何しよっかな、ポニーテールかおろしにしよう。メンズにも勝ち、めっちゃいい質問です。メンズにこそって感じですね。お楽しみに。来年の話です。全然美容のお仕事は、でも今いろいろ試したりとか、ちょっとまだいろいろ決めることがあって頑張ってます。私今 iPhone 充電してないんですけど、いつ切れるか分かんないから、そろそろランキング読んでおしまいしよっかな。読ませていただきます。13位、ヨッシーありがとうございます。12位タカありがとうございます。11位ヤマちゃんありがとうございます。10位アカネちゃんありがとうございます。9位キノッピーありがとうございます。あ、押しちゃった。8位津島山猫ありがとうございます。7位岩瀬ありがとうございます。6位熊太郎ありがとうございます。5位マイコルありがとうございます。4位みぞちありがとうございます。3位メリありがとうございます。2位ピーありがとうございます。そして1位芭蕉ありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそ見に来てくれてありがとう。生誕祭の締め切りは今月30日で終わっちゃうので、12月4日皆さんぜひ遊びに来てください。1年に1回なので。あと衣装がめっちゃ可愛いです。生誕祭のその日限定の衣装なので、楽しみにしててください。あとグッズはもうちょっと待ってください。そして大阪の詳細は多分あさってぐらいに出ると思います。福島明日の撮影頑張りますかな。あとはなんだ、そんな感じかな。うん、ではスミレ日記後で更新します。コメントしてねあ、そうだ、リモチキもあるので、来れない方はその日限定の衣装なので、まあ、大阪と東京ちょっと買えるか買えないかまだ分かってないんですけど、多分その日限定なのでグッズも販売するので、リモチキもお申し込み待ってますではでは皆さん月曜日お疲れ様でした。あ、サッカー日本戦また始まったら一緒に見ましょう。ではおやすみ。